では続きからやっていきましょう。第21話、今日はお刺身天国。国産ステーキが目につきますが、タイムセール開始まであと30秒間の間に何かをしろという話。窓開かない、窓は開かない。これなんだ、パイの実取れそう。パイの実入れるんですね、はい、はいはい、お肉取って入れた。あーなるほど、取っていくとお時間が過ぎましてか。スタート。ペタペタと貼ってもらえた半額。半額はすごい勢いでなくなっていく。マジかマジか、そうか、取れないなそれは。ここなんかどなたかいらっしゃる。 お出てきた、なんかってことは左で休憩なさってらっしゃる。この方何をなさる方なの。この方何をなさる方なのか。はあ、タップしても何もない。あ、美味しそうなやつ。試食です、試食です、試食です、試食です。わあ、それは食べ過ぎですよラッキーくん、怒られるよそれは。じゃあこのお刺身をまず取ってしまうのはどうなんだろう。え、左に行った久しぶりに見た。普通、じゃあこの方何なん。あ、もう一人来た。あー、なんかなんか、あー、なるほどね、そういうやつなんだ、なるほどね。イベントあります、イケメン来ます、おばさま方そちらに向かってきます、半額シールのやつゲットできますの流れなのね。あーなるほど、他のアイテムに気を取られすぎたのね、なるほどね。では第22話、運命のお年玉ゲーム。お年玉をゲームで決めましょう。5000円か500円が入ってますよ、どっちを選びますかの話。多分そういうことか、なるほど。これはじゃあ乗っけるんだな、多分するとボタン出てくるんで、これを押す。多分これはあと青いボタンを押せばどうにかなるのではないかという心持ち。え、座布団動いた。他なんかあるのかな。座布団動いた、座布団動いたはそれだけだよ。え、何、他に何がある。あー、ボタン見、動いててよ。はい、ボタン押します。これで、あ、おばあちゃん登場。あ、追加でもしかして入れてくれたのか、おばあちゃん。左から選ぶぜ。てってれおじいちゃんもその格好してくれるんだね。おばあちゃん着替え直して出てくれって、着替え直してここまで来てくれる。あー、いいですね、いいですね、いいですね。じゃあストレートにお金取ってみようかな。この座布団の意味がちょっと分かんなかったけど、まあストレートにお金取ってみよう。こっち500円、こっちでした。ん？なんだ、いつもと違って普通が面白い。じゃあこっちは結局500円かい。第23話、腹ペコ吸血鬼。ボーイシリーズ、吸血鬼やゾンビなどなどがよく出ますね。お腹が空いてますよって言ってる。ニンニクダメ、ニンニクダメ、ニンニクダメ、匂いやばい、ダメ。吸血鬼にニンニクはダメという通説がございます。ってことは吸血鬼には日光もダメでございます。あー、でもそこにトマトあんじゃん。あ、灰になります。そこにトマトあるな。トマトジュースで納得してくれるかな。通説がございます。じゃ、こっち、あ、上にも。もう、上にもニンニクあんじゃん。じゃ、何ができますのかっていう。ミキサーでしょ、これ。ここは開かない。ここもタップできない。テーブルダメ。で、これ食べれば。
あ、パンチ。こっち開ければいいんじゃね。なるほど。で、傘を取るのね。傘を吸血鬼あげる。すると、こっち開けても大丈夫。だから、トマトを取る。閉める。開ける。閉める。違う。じゃあ、トマトをミキサーに。ヘタは取った方がいいと思う。で、トマトジュースができました。トマトジュースどうぞ。あ、それでいいんだ。あ、よかった。あ、飛んでいけるんだ。さすが吸血鬼だね。第24話、斧を落としただけなのに。斧を落としただけなのに、どんなラッキーが待ち受けるのか。斧を落としました。下？下ってなかなか久しぶりな感じ。え？ちょっと待って。投げ捨てた斧はどこに消えたんだ？これは、女神様でよろしゅうございますか？おはようございます。寝たよ。他何か起こせる？ここ開くんだ。女神のいい家。女神のいい家。女神の家。なんかすごいね。ピンポーン。これはなかなかあれだね。難しい。起きてください。はい、どっちですか？ね、出てきた。はい、金の斧落としたよね。あ、ここで、はいとイエスしかないから、いいえをつけるのね。いいえ？うんうん。あ、金の斧くれるってさ、よかったんじゃない？両方とも生まれてんの？じゃあ、金の斧は売りましょう。即売りましょう。希少価値高いです。ちょっと失敗パターンも見てみよう。斧を落としただけなのに、下。金の斧ゲット。はい、金の斧ぽい。金の斧ぽい。え？金じゃ金の斧、はい。え？あ、こういう失敗パターンになるんだね。なるほどね。第25話、色物、借り物、競争。色物、借り物、競争。はい。メガネ君はこのポージングが基本なんだね。わあ、色物、すごい色物。運動、これ、なんかマスコット、これ、ぼっち君が入ってたやつじゃないか、昔。恥ずかしい、それぼっちだもんね。かわいい。え、何ができるんだ？とりあえずタップをしていってみましょうか。運動会部分は何もタップできない。にゃんこもダメ。女の子もダメ。左に行ってみまして。お題はダメ。ここになんかあるんだよね。まあ、とりあえずじゃあ右から行くか。ライオン、怒ってるやつ？あったっけ？は？それをライオンとするの？じゃあ真ん中取ってみようかな。青いバラ、青いバラなんか近場にないでしょ。池くん、左2位に池くんがいるよ。まあ一応ピンクもやってみようかな。ハート、ハートはあるったぞ。ちょっとこっち来て。うわ、怒られた。何もラッキーじゃない。すごい、すごいしょんぼりしてるじゃん。すごいしょんぼりしてる。さて、では、多分だけど、ちょうどメガネくんの目の前んとこに、カードの跡があるんだよね。だからここに何か乗っけるんだと思うんだよね。何ができるんだ？写真撮るなんてあんだ、こんなの。へえ、初めてじゃないこれ。こんなの。いや、初めてではないか。へえ、びっくりした。写真撮れました。ああ、なるほど。ああ、なるほどね、じゃーん。メガネを隠してるから、
不正ができますよ。で、これを潜り込ませることができると。なるほど。で、これをメガネをかけさせると。あ、ん？やり直してできんだ。じゃあこれをこうして、これを持ってって。オッケー。それでどうだ。この中シャイ君入ってんだろうな、きっと。あ、来た来た。あ、青いバラ。いや、よかった、シャイ君入ってた。青いバラを口に加える池君もいいね。いやー、なかなかいろんなキャラが出てきていいね。第26話、捨て犬おねだり。捨て犬、雨の中捨て犬はさすがに立ち止まってしまいますわ。おねだり、おねだり、お、雷鳴ったらやば。こんな中、犬を放ってはおけませぬ。置いてくの？え、嘘、置いてくの？置いてくのは良くないと思う。ああ、風邪ひいた。風邪もひくし、多分犬のこと考えて後悔はしてるんだろうな。傘は取って。ああ、そう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 。マストはそれが正解だと思うよ。あとはちょっと。あ、泣いちゃダメ、泣いちゃダメ。あー、めっちゃ怒ってる。お母さん、それダメですか？お母さん、それダメですか？あ、そうですか。ちょっと待ってみよう。携帯？携帯渡してみる。あー、なるほどね。そういうことか。じゃあ、ラッキー君、自分に電話できるの？いや、それそうだよね。じゃあ、友達。メガネくん。犬いるんだけど、どうすればいいと思う？うちは飼えない、ごめんね。そりゃそうだよね。じゃあ、おじいちゃんだよ。おじいちゃん、犬いるんだ、かわいそうなんだ、助けてあげたいんだ。あ、そういうこと、おじいちゃんも一緒に。なあ、それは素晴らしい。いや、これはなかなか素晴らしいエンディング。犬小屋作れば多分飼っていいよっていう話なんだね。ああ、素晴らしいです。納得。第27話、テスト100点満点。算数テスト10時から、お、この方、イケボーイに出てきたやつ、ん？イケボーイに出てきた方々ではございませんか？みんな飽きてるな。ちょっとね、ラッキー君は何をしてるの、それは。寝た！すごい、何？すごい、え、何？魂ごとってこと？すごいじゃん。わ、何？触ると魂が抜けるタイプのタッチができるの。わ、やばやば。多分だけど、じゃあ、これ入れたらラッキーくんがピンクな感じになってしまうんじゃないか？どうだ？お、ちょっとこれ見てみよう。スタート。突然、あー、あざとい感じになっちゃった、ラッキーくんが。あ、これは普通なのね。普通って言えるの？これは。じゃあちょっと、これ入れてみよう、これ。この方の魂を入れてみました。おー、髪の毛まで、剃っちゃってまあ。これ0点じゃない？そうだよね。それはだって、何もしてないもん。じゃあ、てことは、この、池くんのライバルの魂を入れてあげれば、一応メガネまで、かけるのね。いや、え？なんでそっち書くの？なんでそっち書いちゃうの？自分の0点になっちゃうじゃん、それは。100点。それ100点だ。そっちは100点だよ。自分で書いてんのと一緒だもん。じゃあどうするのかっていう話になるわけだよね。この中で、自分の書いてるのは、ピンクの子。点数いいのが、イケくん。この、ああ、ダメなんだ。二つ入れちゃえばいいやと思ってたんだけど、ダメなんだね。なるほど。戻せない。
どういうこと？ん？落ちたよ。返して。え？何ができるのこれじゃ。何、先生のが抜けるとは思わなかった。じゃあ先生のでいけるんじゃないこれは。髪の毛が立ち上がったぞ。熱血熱血テスト。おお、高速だ。もう完全におりゃーっていう言葉が入ってくる感じだ。これでどうなの。まあそりゃ先生は100点取っていただいて結構でございます。ありがとうございます。さすが先生。第28話スカイダイビング。スカイダイビング、多分下に行くまでに何かをしろっていうやつなんだろうね。天使の輪。お、なんかロープ、何これ。風呂敷ポン。ロープ、はい、ダメー。羽は風呂敷、あ、そういうことか。よし、羽剣、お、これでいけるんじゃないか。天使と羽。あ、ちょっと待って、これ登っちゃう感じ。あ、これ登っちゃう感じね。はい、ダメだったね。それはダメなんだね。はいはい。じゃあ、パラシュートか何かを風呂敷で作る系か。これで、で、それで、あと何かできる？ちょっと待ってみようか。何か、あ、違う、ここにロープがある。上にありました。あー、できました、できました。これでどうですか？ん？うまくいったのか？うまくいったのか？オッケー。よかったー。すごい、500メートル付近から突然何もつけずにスカイダイビングとか、マジパネー。第29話、腹ペコバレンタインデー。腹ペコバレンタインデー。お腹空いてるんだね。だからお腹空いてるからチョコレート羨ましいんだ。あれ、サイコくんがいるんじゃないか。これはこれサイコくんがいるみたいな感じするぞ。カレールー、サイコくん、カレールーどう。あ、違う、これサイコくんじゃなかった、友達だった。なんだ、そういうことか。あー、なるほどね。このメガネの友達もチョコレート欲しくてモキモキしてる、やきもきしてる。うー、ちょっと待って、それカレールーはそのまま食べちゃダメ。それはダメだ。いや、メガネくんも欲しいんだけど、もらえないんだね。そりゃそうだよね。もらえないからこうやって黄昏れてる雰囲気を出してると。ひげあげるよ。じゃあひげは食べない。ひげつける。メガネかける。なにこれ。なにこれ。ルーあげる。ダメ。なんだこれ。ゴン。あ、ちょっと待って、これはもしかして、こっちに、あ、違うわ。じゃあ、こっちに、これかぶせて、ひげつけて、メガネかけて、これ何？これ何？お腹すいたねー。え、何これ？ははは、何、そういう感じ？帽子もらって、帽子はつけてたからメガネかけてヒゲつける？あ、引いてった。あー、なるほどね。あー、そういうなんか大断言的な。ちょっと違うでしょ。だってそれじゃあこ、アンラッキー。お腹の音鳴ってるよ。お腹の音鳴ってるよ。これでこう。お腹の音鳴ってる。お腹の音は鳴ってる。お腹の音鳴ってる。よし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 、これで。ああ、仕方ないからチョコレートあげる的な感じ。ラッキーくん、おめでとう。それでいいのかな。あ、メガネくんが、お前、
羨ましそうに見ている。第30話レア宝箱をめぐってファイナルクエストプレイ。お絵かき してる最中にゲーム。モンスター攻略ヌライム。世界で一番弱いモンスター、たまに珍しいお金、お宝を持っていることがある。メスに弱い。メス、お母様をメスというあれにするの。湯沸かし器。ケトルでお湯を沸かしました。え、お湯を沸かしました。プレイ。あー、そういうこと。ヌライムが現れた。道具、ぬめった液使う。しかし何も起こらなかった。はい、お湯合成する。あ、合成のレシピなんかあんの。へえ。仲間、そうだよね、仲間は誰もいないもんね。それ B。 あー、ダメだった。ソーク RIP Rest in Peace。 絵の具でしょ。なんかあるかなと。剣はダメ、ポッケは何もない、筆もなし。こっち行って、化粧ポーチ。あ、なんか、はいはい。他何かある。はい、ケトル。お母様は特に何もなし。でも、あ、なんか出てきた。アタッシュ。え、でも滅に弱いって言って言ってるんだよね。でもレシピがないから、この下にあるやつ合成はできないんじゃないか。合成する。合成レシピを持ってないとダメ。レベル1 HP1 運99、賢さ2。素晴らしい。今この状態では持てないな。これなんだろう。絵の具、ぬめった液。これでぬめった液を手に入れる。部屋に戻る。なんかあげれる。これママさんに。ママさんに。何ができるの。あ、なんか上調べられる。あー、意味ない。仲間呼ぶと失敗するからダメ。一回逃げてみよう。回り込まれてしまった。 HP1 だもん。そりゃレスピンピースでは即。これでいいのかな。これでゲームスタート。メスのヌライムに弱い。あ、来た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 。あー、なるほどね。メスのヌライムを来るのね。そういうこと。そういうことか。合成するで、ぬめった液、洗濯洗剤、お湯。もうこれ普通にスライムの作り方だね。で、ピンクの液を入れるとメスのヌライムが出来上がるってことじゃない。なるほど。ヌライムかっこメスが誕生した。オッケー。来た。これで、ぶつける？え？ねっとり見つめ合ってるようだ。そうか、ラッキー君は戦わずして宝箱をゲットできるのか。すごいな。それ楽しいゲーム性なのかどうかはわかんないけどね。ラッキー君楽しそうでよかった。お、最終話、ラッキーは突然に。ラッキーは突然に。あー、さっき、おーっと、さっき、チョコをイケメンにあげようとしていた子が、あー、イケメンと結婚すんの。そりゃそうだよ。
とワンちゃんがここ惚れしてんのが気になっちゃうな。なんだ、鼻？ああ、鼻。鼻を集めましょうってこと？鼻他にあるかな？左？ああ、あるね。左、はい。鼻3つ。3つじゃ足りないのか？ヘビ。袋。ああ、序盤でこんなのやったね。花4つ。他にも花があるような感じなのかな？いやー、みんな出てるね。みんな大人になってるんだ。へえ。お、なんか出てきたー。女神様、花持ってらっしゃって、やっぱ花ブーケになるよね。で、ブーケを一応神父に渡す。ぽーいって言ったらやっぱり、おわ、すごいラッキーが起きた。すごいラッキーが起きたじゃん。すご。ん？なんだ？なんだラッキーくん。そういうことかラッキーくん。そういうことかラッキーくん。なんだ？ちょっとなんだ？ちょっと最後にちょっとほっこりできていいな。ラッキーフォープレイングって出ましたってことで、これでラッキーボーイ終了となります。なんか、こうやって、過去作のキャラクターたちがちゃんと出てきてくれるのはありがたいよね。あと、今回は飼ってたラッキーくんが、どうやって飼われることになったかとかも見れてよかったなと思います。ラッキーくんの成長ともに、ちょっとしたラッキーもいっぱい詰まったゲーム。これはなかなか良かったと思います。ということで、ラッキーボーイご視聴ありがとうございました。こんなラッキー、自分の周りにも来たらいいなと思っていただけた方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回は、回避シリーズかな？はい。では、次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。